はい、速稼塾の久保です。今日はね、 GoTo イートキャンペーンにちょっと参加してみました。私の住んでいる広島県の福山市でも昨日からね、 GoTo イートキャンペーンのチケットの申し込み予約が始まりましたんで、昨日の、まあ、オープンした10時ではないんですけども、夜ね、7時ぐらいに申し込んでみたんですよ。まあ、そうするとすぐに手続きができました。本当に非常に簡単でした。あとキャンペーンのページからあと申し込むんですけども、私の場合は上限の2万円分これをね申し込んで、ファミリーマートでねプリントアウトしたこのメールをもとに支払いをするそうなんですけども、1セット1万円で2セットで2万円で、私は1万6000円払えば2万円分のチケットがいただけるんで、それで外食をしたりね、テイクアウトとかも使えるみたいなんで使ってみようかなと思います。まあ月に2万円ぐらいならね全然外食するんで、それ使うかなというところです。注意点はね、あのこの GoTo Eat キャンペーンのチケットが使える指定店をまずはチェックして、自分が行きそうな店とか行ったことがある店を重点的にあの、まあ、スケジュール立てることですよね。やみくもに買ってもしょうがないんで、私の場合はね、あのしまなみっていうお寿司屋さん、回転寿司なんですけども、まあ、回転するところ取る人は今いませんので、普通のお寿司屋さんちょっと高めなんですよね、この回転寿司って。まあ、いつもね平均単価ね3000円ぐらい、4000円とか3000円1人当たりになるんで、2人で行くと5、6000円になるんですよ。まあ、そこのしまなみ寿司ってところのやつと、あとはね、焼肉屋さん、これもちょっと一応確保しておこうかなと思うんで、肉と お魚これで取っておこうかなと思います。で、お肉屋さんもね、あの宮古っていう結構ね有名なところなんですよ。ステーキハウス宮古って言って、これがねランチで1食5000円ぐらい、夜は1万円ぐらいなんで、これがね2割引きで買えるとなるとすごくお得だなと思います。プラス支払いはあのファミリーマートなんですけども、ファミリーマートで支払うときに私は、ね、クレジットカードを使おうと思うんですよ。カードを使うとそっちのカードのねポイントかなんかも使えると思いますんで、ちょっとダブルでお得かなと思います。おそらく大丈夫だと思うんですけどね、ファミリーマートのファミポートからこの送られてきたプリントアウトした用紙の、まあ、ナンバーを引き換え番号を打って、で、レジで決済っていう形だと思います。まあ、非常に楽しみだなと思いますね。1人1回2セットまで申し込めるんで、私の場合はねまたあの次々と申し込んで、例えば持続化給付金じゃない、定額給付金ですか、特別定額給付金10万円があるじゃないですか、あれをだから10万円全部使う勢いでやってもいいかなと思うんですよね。うん、まあこれいいじゃないですかね。なんか一ところではあの GoTo Eat キャンペーンで使うとポイント還元があるから、さらにその還元されたポイントで使うみたいなこともあるみたいですけどね。なんかあれでしょ、ランチが500円、夕食が1000円戻ってくるわけでしょ。だから単純に私がこれランチで使うことが多いと思いますけども、ランチで1万円使うと、そうですね、5回、4回ぐらいかな、4回で使うと2000円分が戻ってくるのかなって感じで、まあなんですよ還元のループが始まるって感じですね。少しね、無限ループではないですけども、なんかね1000円のものを申し込んで1000円のポイントをもらうみたいなのをずっと繰り返す方法が進められてましたけども、まあ、私はそういうなんかポイントを追っかけることにね縛られて、楽しい食事がワンパターンになってもこれはこれで競争かなと思いますので、まあ、ある程度ね自由度とそれからポイント還元とのバランスとっていこうかと思います。まあでも本当にねありがたいことだなと思いますね、今回ね。うん、ちなみにこれ京都とかどうなのかな、京都どうですかね。まあ、ちょっと使ってみようかなと思いますけどもね、いろんなところで、あの別に地元に限らず隣の岡山県とかね、それから愛媛とかこういうところでもちょっと使ってみようかと思います。とにかくね、今どんどん経済を活性化させるためにお金を使える人はどんどん使って、でお金を稼げる人はどんどん稼いでいくってことをねやっていこうかと思いますよね。まあ、これは普段と一緒ですね、そう言ったらね。うん、まあ、あの国の方がこうやって業者さんとか国民に補助をね少しでも出してくれるうちは、それを貯金で貯め込むんではなくて、きちんと経済流通させるためにどんどんね使っていかないといけないかなと思います。でよくね特別定額給付金の10万円とか、これから執行される予定である5万円とか10万円を大切に取っておこうみたいな考えの方もいらっしゃいますけども、それはね実は趣旨とは違うんですよ。いただいたお金をすぐに使うことによって経済が活性化して国が持つって感じなんで、これを貯金しちゃうとね、もう特別定額金やってもしょうがないんじゃないかなっていうふうに思わせちゃうんで、貯め込むんじゃなくてやっぱり使うってことですよね。もともとなかったお金だと思って、でどうしてもね使いたくない方は貯金するんではなくて、まあ、商品券でも買えばいいんじゃないかなと思いますよね。商品券を買って、使わなかったら商品券を換金することによって
まあ高い換金率になりますんでね、数百円とかはちょっと使っちゃうようになるかもしれ、損しちゃうようになるかもしれませんけども、誰自分が使うから誰かが あの給料が支払われるっていう、このね経済って本当に血液みたいなもんでぐるぐる回していかないと壊死してしまいますから、まあ、ですんでね、自分は取っておこうっていう考えもまあ分かるんですけども、そうなっちゃうとこの特別定額給付金の効果がなかったっていうふうになっちゃうんで、うん、止められる可能性があります。だから定期的に特別定額給付金をね支給させようと思ったら、定額給付金ボーンと出した時に経済がぐっと上向いたみたいな現象をやっぱ国民我々がね見せていかないといけないかと思うんですけどね。はい、まあとにかく GoTo イートキャンペーンで、地域の飲食店をちょっとねまあ流行ってもらうっていうかね、うん、応援したいなと思います。はい、では以上でございます。